あたり会アニメ問題。ルールは簡単。出題するアニメのキャラクターの名前を言ってください。もし5問以上間違えた場合、罰ゲームが行われます。じゃあ、りっちゃん頑張ってくださいね。はい、頑張ります。ではやってみましょう。アレッツスタート。じゃあ第1問、ラブライブシリーズで知っているキャラクターを言ってください。わかんない。ちょっと待って。ニコニコニー。初音ミク。残念。はい、それニコニコに言ったのは矢沢ニコニ。矢沢ニコニ。そう、高坂ほのか、海、海ちゃん、園田海、園田海、鳥か小鳥ちゃん。うん、まあそれ以上いますけどね。いやー、1問目でマジか。これ面白い動画になりそうだな。罰ゲーム何するんですか。それは言われんだよ。第2問、プリキュアシリーズのキャラクター言ってください。おー、ほのか。でもあの苗字が出てない。ちょっと待って、苗字か。キュアでもいいよ、キュア。キュアでもいい。キュアでも別に。キュアブラック。はい。キュアホワイト。はい。キュアスター。はい。キュアスターいた。キュアスターいた。あ、シリーズって言ってや。アウトー。いや、俺か、参加。俺参加しないって。嘘だよ。カメラ越しだって。キュア。キュアブロッサム。キュアさん、キュアセレーネ。セレーネはさっき言ったか。第3問、ジャンプシリーズのキャラクターを言ってください。10秒以内。はい、何でもいいや。モンキー・ディ・ルフィ、ロナー・ゾロ、チョッパー、ワンピース、ウソップ、デスノートの矢神ライト、おー、デューク、両津勘吉。はい、終了。ありがとうございます。まあ多分ここまで失礼と思わなかった。いやでもあの有名なキャラクターが出てた。ああそう、よかったよかった。ドラゴンボールの孫悟空。ああ、孫悟空ね。ピッコロだよな。ベジータ。じゃあ4問、90年代のアニメを答えてください。90年代。ああ分かった、よしよし、いきます。セーラームーン。はい。スラムダンク。はい、入ってる。ルローニケンシン。はい。ストリートファイター。はい。あれ、そう、ゲームじゃない、アニメあってたよ。ワンピースは違うよな。うん、あ、ギリギリ90年代。ワンピースドラゴンボールは違うもんね。あ、ドラゴンボールは違う。ちょっと、一応平成は入って90年代一応入ってるっちゃ入ってる。だって魔界の冒険が。ああ、そう、確かに。あとは、あと何秒？あと5秒かな。ということで終了。はい、終了、終了、今終了か。10問中4問が答えられて1問は外れた。ああ、まあいいとこっちゃいいとこだよ。じゃあ次、第5問、ポケットモンスターのポケモンの名前を10個答えろ。10個か。ポケモンだったらいけるっしょ。制限時間は20秒。よーい、スタート。リザード、リザードン、人影、ピカチュウ、ポッチャマ、水ガメ、アチャモ、バシャーも、大中、プラスマイナー。オッケー。うん、全部言えた。やったー。何問目今？
今、10問中4問答えると1問間違えたかな。じゃあ、あと5問だ。そう。5問だ。じゃあ、第6問有名なアニメを答えてください。有名なアニメ何でもいいよ。りっちゃんが思いつくやつ、ね、有名なアニメが制限時間は何個何個5個何個なで制限時間は10秒。よし、有名なアニメね。デスノート、ワンピース、こち亀、ポケモン、アイカツ。はい、ありがとうございます。オッケー。第7問エヴァンゲリオンのキャラクターをサービスで3人。これはいけるでしょ。あ、3人ね。はい、10秒。いきましょう。イカリシンジ、イカリじゃないわ、アイナミレイ、ソウジュアスカランデ。ありがとうございます。まあこれはまあいいだろうね。だってエヴァンゲリオン有名、うん、有名有名。はい、8問エヴァンゲリオンに関することです。お、はい、そう、エヴァンゲリオンで出てくるそのエヴァンゲリオンの詩とか人言ってください。あ、詩人の名前。そう。何個？5です。 5? 5。じゃあ行きます。はい、ラミです。はい、あと何があったかな。あと4つでしょ。1。あー、エヴァンゲリオンあんま見てないですからね。俺も多分死と答えれんと思う。あ、俺もだ、無理だ。いやまあ知らない。1回目のキャラクターを5つ答えろ。やっぱ俺よりそれやった方がいいよ。制限時間10秒。はい、好きな方が死んだよ。 10。両津勘吉、課長、レイコ、終了。わかんねえよ。はい、他にもいます。中川礼二、大原大二郎部長だっけ、寺井、あと本田、サコンジ、ボルボ、ゲバルドとかね、いろいろといます。レモン、ギボシレモン。だ、第9問目でで、暗殺教室のキャラクターの名前を言え。絶対わかんない。一人でも答えれたら OK。 そう、じゃあ行きましょう。5秒、スタート。この先生、おい、終わり。そう、この先生が謎に、まあ、他にもね、カルマくんとかいますけど。カルマくん、あと、ね、村松とかいろいろ。あー、おったね。じゃあラストの第10問、ジブリのアニメシリーズを10問答えろ。これリッチャーいけるんじゃない。結構アニメシリーズ。ああ、タイトル何でもいいよ。怪しくなかった。天空の城のラピュタ、隣のちょっとの、耳をすばせば、千と千尋の神隠し、ハールの野口郎、紅の豚、ホタルの丘、平成たらき合戦ポンポコ、あと猫の恩返し、あとはもののけ姫。ほかにもね、仮暮らしのアリエッティとか、崖の女の子の人かね。崖っぷちか。じゃあわ。あと、風たちに。風のなりのナルシカとか。あ、風の体のナルシカ。ゲドセンチとかね。いろんな有名なね。何つってば、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 あれやろ、ここピーぞ。心に例えよ。あれやろ、心ピーってしろ、ピーってできるか、編集で。じゃあ、これで
まあ終わりたいと思いますけど、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターのフォローもよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。さよなら。あとでお仕置き。はい、今日も山口親子の動画を見ていただきありがとうございます。もしよければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の山口親子の形の動画でお会いしましょう。バイバイからのアディオス。